はい、ムンマガンビーチ今からね立って離れます。で次の目的地シンターヤービーチ、シンターヤービーチ、ムンガバン、ムンマガンビーチの下にあります。はい、下にあります。はい、ちょっと行きにくいかもしれないね。でもまあいいでしょう、行ってみましょうね。はい、この辺にもホテルたくさんあります。はい、いくらかちょっとわかんないんですけどね、調べてないんであれですけど、これがミャーイパゴダ、あ、ミャーイパゴダ、あ、行ってみましょうかね。はい、これあるんで、あなたはどっちに曲がるの。はい、方向的には同じなので、はい、15キロだから結構走りますね。はい、ビーチでゆっくりしたい方はね、このダウェー市内じゃなくて、このね、ムンマガンビーチの近くに泊まってもいいかなというふうに思いますね。はい、まあ海の家も近いし、そこに行けば食事もできますからね。はい、とりあえずシンターヤービーチか、なんとかパゴダを目指しますね。はい、目的地に到着しましたと言っているんですが、このね、山を越えなきゃいけないんですよね、ビーチに行くのにね。で、さっき Y 字路になってて右か左か迷ってて、左に行きましたっていうのは、バイクがみんな左に行くからです。あ、でもなんか行けそうじゃない。あ、行けそうな気がする。ビーチにどうだろう、行ってほしいな。あ、行ける行ける、行けそうだ。うん、山を越えているから、まあ、多分ビーチにたどり着けるでしょうね。はい、どっちだどっちだ、左の方が良さそうだね。こっち行ってみようか。うちの状態がいい方を選ぼう。違うかな、これはなんか違うような気がするな。違うやろか。この右側がね、海ですよ、海、ね、うん、右に行きたいんだわ。で、もう海そこ見えてるもんね。ただ道がないんだよねちょっと走りますね。着いた着きました。はい、これがなんだ、どこだ、カニッチービーチかな。あ、違う、シンターヤー、シンターヤービーチ、シンターヤービーチ、かな。はいね、あっちの方がシンターヤービーチだけど、まあビーチでしょう。いやね、すごいね、砂がね、あんな状態でスタックしちゃいます、タイヤがね。で、多分私が後でね行きたいのがあそこのパゴダですね、あのパゴダ。はい、ですので多分ね、この砂浜をね、ずっとまっすぐ行って、あそこなんか家あります、あるんで、どこだ、ちょっと見にくいな、この辺にね、なんか家があるんで、まあそこから左に入れるでしょうね、それで行こうと思います。はい、このままね、ビーチ走ってっちゃいます。もうこっち疲れるんで。いや、このビーチもいいね。すごい波が穏やかですよね。人なんか誰もいないし、
いいね。意外にね、こっちの水がちょっと湿ってる方が湿り固められてて、はい、走りやすいですね。はい、いやー、いいビーチだね。波がすごい穏やかっぽいよね。あのパゴダ行った帰りに、ちょっとのんびりしてこようかな。ただね、日陰がないんだよね、ここはね。日陰がない、全く。それがあれかな。なんか日陰があれば最高なんだけどね。ここはあれだね、カニゾーンだね、カニゾーン。こういう風になってるのはね、あのカニが砂を丸めて、表面というか上に、積んでる状態ですよね。はい、なのでカニがいっぱいいます、いるはずです。あと海辺もね、何気にちょっと大きめのカニいっぱいいますよ。そうだね、あそこに家が、あれ家でしょ、釣り船っぽいかな、漁師町だと思うから、あそこから多分左に入れると思います。はい、うわ、走りにくい、ちょっと危ないので両手にします。右側がね、川になってて、もうこれ以上行けないですね。ここ漁師町ですね。はい、バイクがあるってことは、このまま行けば幹線道路に行けるんでしょう。なんか見たことのないアヒルかちょっと危ないんで、なんてこったい右に行く幹線道路に行く道がございませんでした元の道に戻ってきました。来た道ですダメじゃんねえ、道は繋がっていませんでしたよ。はい、まあしゃあないですね、こういうこともありますやな。はい、とりあえずビーチは来たので、あのビーチは日陰じゃないからな、いいビーチなんだけどね。とりあえず パゴダに行きましょうかね。パゴダにね、はい、岬にあるパゴダですよね。はい、これはもうバスなんでしょうね、みんなのね、ちょっと抜かしちゃうかな、女性の間にね。なんか石鹸のいい匂いがするんだけど、はい、じゃあとりあえずパゴダ目指します。はい、今ね、宮井パゴダ、目先のパゴダですね。ちょっと待ってくださいね。ここら辺にある、これ。宮井パゴダ。Google マップとちょっと違いますね。はい。道はこれで OK ですね。はい。このまま進みます。はい、10キロ、20分ぐらいかな。まっすぐ行ってもパゴダがあると思うんですけど、パニビーチがあるからちょっと行ってみましょうかね。はい、とりあえず行ってみます。どのぐらいの距離があるんだかわかんないけど、書いてあるってことはね、ビーチにたどり着くんでしょう。行ってみます。はい、あれですかね、あれがパニッチビーチかなと思います。はい、行ってみましょうか。はい、なんか良さそうなビーチですね。はい、なんかビーチ巡りだよねこれねまあいいや。はい、いやね、すごい道ですこれいや、これはいい、良くなったんですけど、すごい山道ですね。
あと 700m 走んなきゃいけないんですよね。多分あの先かなだと思うんだけど、ああ今ねあの山をね越えてきたんですよ。これで変なビーチだったらマジ泣けるんだけどな。カニチビーチカニビーチ、うん、いやーこれすごいな。いやでもここに人が住んでることにびっくりだよね。あのちょっとね本当にね、危なくて、両手ってか片手運転できないぐらいの、ね、急な坂道、あとどうあのなんていうの、まあグラベルですよね。ね、まあ、本当にグラベルです。はい。すごいな。いやよく俺もここまで来たもんだわ。多分あの先にビーチがあるんでしょう。で途中ねあのやっぱり道がねすごい荒れてました。あれは雨季ですよ。雨季でその道が流されちゃったりとかして、今直してるところですかね。はい。ただまた来年には崩れちゃうでしょうね。そろそろ着くんではないかと思うんですが、はい。はい、右行けばパゴダ、あ、左行けばパニビーチ。はい。ちょパゴダ行こうかあれ。な、うん、なんか行くの忘れちゃいそうだから、ね、その後ビーチに行きましょう。はい。とりあえずパゴダ、見てみましょうね。はい。はい、着きました。パゴダです。ミンガラバ。何パゴダって言うんだろう。ちょっと見てみましょうか。結構人がいるんですね。現在地。これミャウイートパゴダなのかな。違うパゴダだ。地図上にないパゴダですね。地図上にないです、はい、なんかやってる。ミンガラバ。今日こんなところに作ったもんだね。しかし、あれがビーチだ。あ、なんかすごい良さそうなビーチだね。見えますかね。今からあそこ行きますね。あ、すごい良さそうなビーチだね。でも来るのが大変。山道30分ぐらい走ったかな、うん、なんかワーシップでもやってたんでしょうか。ハロー、ピンガラバ。あ、すごいな。
せっかくなんでお参りしていきましょうか。今日お参りしてないもんね。さてビーチ行きますかね。はい、着きました。パニビーチ。いやー遠かった。なんだかんだで 3,40 分ぐらいかかってますね、ここまでね。いやーでもいいビーチだね。本当に誰もいないね。あ、いた。あ、いる。外国人。え、びっくり。あ、いるよ。いや、でも波高いね。まあ、二人きりになるんだったらいいかもしれないね。ここまで来るのね。もうちょっと向こうの方行きたいよね。行けないのかな。あんまり邪魔しちゃ悪いかなって。結構波は、うん、荒そう、高そう。うん。ちょっと危険かな、海に入るのはね。何時だ？1時半。1時半です。いやーもうね、雨季になるとね、多分この辺はね完全に隔離されますね。隔離にされて、あの道路がね寸断されると思いますね。はい、もう街に多分出れない、うん、だからその漁をしたりとか、あと米を作ったりとかね、そういうので、もう本当になんていうの、暮らしていくっていう形になるでしょうね。もうね通ってきた道、もうね雨季は絶対通れない、あそこ。うん、絶対、もう絶対と言っていいぐらい通れないですね。間違いなく。はい。この辺はね、ものすごい雨が降るんですよ。ちょっと、はい。こっち何があるんだ？何かあるのかな？なんもないか。なんもないね。はい。まあ。とりあえず、あ、でも今日サンセットなんか綺麗に見えそうじゃないですか。あ、そうでもないのかな。雲があるのかな。はい。パニッチビーチでした。はい。遠かった。今からね、岬のパゴダに向かいますね。はい。ね、ここもね、泣き綱。泣き綱です。でも、グランドファーザービーチの方が、泣くね。うん。はい。じゃあ、とりあえず、岬のパゴダ行こうか。
あそこじゃなくて、一つ向こう側のね岬のパゴダ、はい、行きましょう、はい、いやここもゴミがちょっとひどいね、うん、ひどいというかまあしょうがないのかな、流れ着くゴミはなんでしょうね。そこに今ミャンマー人の方々がいて、ね、あのおばあちゃんかな、おばあちゃんがあそこに行って、金を鳴らしてこいみたいな言われたんで、どうしようかめんどくさーとかと思いながら、でもまあせっかくだからね、まあ行ってみようかなと思います。はい、まあ時間もあることだし、はいね、せっかくね、おばあちゃんね、鳴らしてくればって言ってくれてるんでね、行ってきます。はい、なかなかね、そう人の行為にね嫌よとは言いにくいね、そこら辺はまだ日本人的な感覚が残ってるのかな、うんね、多分なんかちょっとちょこっとしたあそこら辺あれが金なんでしょうね。はい、はい、到着。まあここパゴダだから靴脱がなきゃいけないよね多分ね、うん、あここに置いとこうか。よし、金があるの？あ、でもあれ大仏様だね、お釈迦様。まあこういう旅もまあいいよね、うん、まあサバイバルまではいかないけど、まあ冒険的なあれですよね。金はないよね。金はない。よし。わっわっわっ。痛い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 。よし。オッケー。暑い。暑い。よし。岬のパゴダに行こう。ね。はい。岬のパゴダに行きます。はい、ちょっとだけね、こんな道をどん登っていきます。はい、あ、まあ、来た時はこの道を下ってきました。はい、こんな道ですよ、こんな道。ずーっとこんな道。ね。登りはなんとか行けそうかな。下りはちょっと厳しいんだよね。やっぱりエンジンブレーキとかかけなきゃいけないから。いやね、ダウェイは雨がすごいんですよ。雨の量が多分ね、日本の梅雨の2倍から3倍ぐらい降りますね。はい、ですのでこれ水がどんどん流れちゃうんですよね、うん、でここもね、多分アスファルト引くんでしょう。引くんだけど、多分このね、削れてっちゃうんですよ、こんな感じでどんどん、だからまあ無意味といえば無意味になっちゃうかな、うん、だから持ってそうね、うん、寒気と初期ののみってことですよね。はい、うん、だからまあ一応水が流れる通り道は作ってあるんだろうけどね、こうやって横を掘ってね、うん、もうそれじゃ多分不十分。あ、ダメだ、もう。
まだ作りかけのパゴダですかね。いい裸足なんだけど石がいっぱいで、まあパゴダだからしょうがないですよね。大したパゴダじゃなさそうなんで行くのはやめます。あ、なんかあそこすごいいい眺めだね。っていうかいいビーチだね。わ、すごいなあそこね。いいビーチですよね、あれね。見えますね。はい、戻ってきました。幹線道路で意外に早く戻ってこれたな。サンマリアビーチ、サンマリアビーチって言うんだ。あね、左行ったらとりあえずパゴダ行こう。パゴダね、パゴダ行こう。滑る滑る滑る。はい、着きました。いや、結構観光バスとかいっぱいなんだね。みんなここまでよう来るわ。これ奥行っちゃって大丈夫？あそこがいっぱいいっぱいなのね。まあどうせバイクだからいいや、行っちゃえ。あそこに止めよう。バイクで入ってっていいんだって行っちゃっていいよみたいな言われて、ジェスチャーされました。まあそこまでだよね。バイク左から出てきたってことはあれだ。ここになんか記念撮影してる。すごいね。なるほど、こうなってるんだ。はいはい。はい、到着しました。名前をちょっと調べておこうか。トイレの匂い、あそこにトイレがあるんだ。だからなんかちょっと匂うんだね。はい、ミャウイートパゴダ、ミャウイートパゴダ。あー、ちょっと見えないかな。あー、まあいいや。あれ？あ、俺。人魚がいます。人魚は。
はい、本堂到着です。とりあえず部屋借りますか。はい、頂上に到着です。ここが本堂かな、うん、ちょっと外に出てみましょうか。鳴らしていこうかな。あ、ここから降りていけるんですね。みんな怪我しないようにね。こっちはそこじゃないのね。あ、じゃあ違うんだ。はい、スイカ買いました。お値段300タップです。はい、スイカを買ったところの、あのショップの子、女の子がすごい可愛くて、何歳ぐらいだ、5、6歳ぐらいだ。このビーチはいいね、すごいね。
素晴らしい。はい、サンマリアビーチね、サンマリアビーチです。あ、誰か来る。さあ、誰か泳いでるね。外国人かもしれないね。なんかこんな匂いがするけど、どうしようかな。泳いでこうかな。ちょっと泳いでこう。はい、ご飯を食べにナイトマーケット来ました。はい、DDPC ショッピングセンターですかね、その裏にありますね。はい、昨日も来ました。はい、昨日はねお腹いっぱいだったんで、部屋のエアコンが効きすぎて寒かった。寒いですね。うん、何を食べよう。ミャンマー料理。これはデザートだね。結構混んでるね。これはバーベキューだ。バーベキューはいいや。あ、これ気になってたんだよな。これなんだろう。デザートっぽいね。あ、なんかホットポットじゃないのね。うん、ミャンマー語だからわからん。台風だ。あ、台風だか。3日後タイなんだよね。だから。でもそう言ってたら食べらんないよね。インディアンフード。もう一つ向こう側行ってみましょうか。
バーベキューの顔。一通り回りました。とりあえず回ります。今日の晩ご飯です。これは鶏かな、鶏肉とあとカンプキンです。はい、かぼちゃです。かぼちゃ珍しいね、ミャンマー料理でもね、あ、これビーフだ、牛肉。あ、パパイヤサラダか。イカとこれも2個買いました。チリソースが中に入ってんだけど、醤油がいいな。てか塩振ろうよ。イカはいまいち美味しくないな。これはビーフかな。あ、これはうまい、これ美味しい、イカはね、美味しくない。1本500チャットです。500チャット、2本で1000チャット。レモン一条バナナ、レモン一条。よくわかんないけど、いらないって言った。ごちそうさまでした。